にゃんにゃん大好き、ありがとう。ゆくちゃん、何、猫ちゃんかわいい。まあまあ、サイン会ありがとう、どういたしまして。全然どういたしまして。なんかさ、書いてほしいものある？ちょっと一応アイコンすることしとこう。ショールームやってる人はアイコン書きたいので、私。まあまあ、でもあんまさ、なん 言っていいかなこれ。わかんないけど。まあそうですね、そうですね。ヤッホー、再会ありがとう、こちらこそ。いや、あのね、この遅刻はスマホがなくなってた。スマホが今なくなってた。え、かわいいチョコのボール。まあまあ、音波ありがとう。2分の8、2分の 8? 2分の1あってありがとう。塾長コールしてほしいよ。お久しぶりです。流れ星ありがとう。クッキーありがとう。すげえ、クッキーなんてあるの。まあ未テストできてません。勘、めちゃめちゃ勘。あのね、でも救いなことに日本史がほぼ記号問題だったんで、ちょっといけましたね。お、生徒さん当たった、おめでとう。やば、イアンサイリウム振ってね。イアンサイリウム振るんだよ。こんばんは、クッキーありがとう。ニャニャロス、そうだよね、ごめんね。いや、もうみんなロスだったよ。みんなロスでした。でもテストって思って。頑張りました。頑張ってはないけど頑張りました。ヤッホー、久しぶり。クッキーありがとう。え、チェキマジで当たり。てか、この余ってるチェキあげたいもん、みんなに。余ってるチェキあげたいもん、マジで。マジ、ユアの抽選運なさすぎて、ほぼ色紙と、ほぼ色紙とカーマッチでしたね。クッキーありがとう。サイン会ありがとう。こちらこそありがとうございます、本当に。毎日アイドル諦めました。悲しい。まあ、でも、そうなんですよ。毎日アイドルできないほど忙しい人間になるので、私。はい。忙しい人間になるのでって思って。まあとか言いつつ多分やるんだけどね、明日から。再会見ました、ありがとうね。あったよね、名前覚えてる。クッキーありがとう。ハートありがとう。あ、トレードもう出てるのか。ハートありがとう。ニアの自画像。いやの自画像、自画像むずーむず、一応スクショしとくわ。ハートありがとう。クッキーありがとう。ヤッピーやに改めて18歳のお誕生日おめでとう。これからも応援するよ。ありがとうね。ハートありがとう。風邪ってバレてる。風邪、なんか鼻が詰まってるんですよ。ハートありがとう。クッキーありがとう。今日は全然遅刻してない、偉い、マジで偉い。こんばんは、お久しぶりです。サーターの隣の配信、そうですね、あの時やろうと思ったんだけど、普通に充電なかったんで。クッキーありがとう。生誕祭座席発表されてた、マジ。でも一人は知ってる、あのね、ユアの推しの人で A 席だったの。すごくない？すごくない？みんなは何席かな。久しぶり、久しぶりすぎ、誕生日ライブ、そうなんですよ皆さん。まあまあ、鍋元でトレード、いや当たるかもしんない、うん、いや当たるかもしんないじゃん。今回どんぐらいなんだろう倍率。岩だからいいやっていう人がいるんかな。でもみやびちゃん推しの人がいっぱいいそうだよね。ハートありがとう。スマホ今めちゃめちゃなくすの。でも一生休みモードだから電話してもわからないっていうね。
やっちゃんこんばんは。100キラ送りました。ありがとうね、お久しぶり。ちょっと今日雨の湿気で髪が死んでる。雨ありがとう。やっちゃんお久しぶり、会いたかったよね。マジ会えた、みんなに画面越しで。忍者星じゃない、クッキーありがとう。え、そう今日さ電車乗ってたらスマホの画面が結構下にあって見えたんですよ。その画面がユアのやってるゲームのロイヤルマッチでもしかして SKE のファンの人かって思って、めっちゃやばーって思ってまあ違うと思うけど。はたりがとう。ヤニャンサイン会に5枚当たったもの、え、待って待って待って、ちょっと待って、当たったものっていうか買ってくれたよねちょっと待ってね、リストあるんですよ、リストあるんですけど取れないですね。マジ書かないとやばい書かないとやばい。待って、5枚、5枚の人は1人あまがつく、最初まがつく、まがつきます。つくでしょう絶対に。だって5人買って 5枚買ってくれた人何人だっけ。待って、スクショしようスクショしようとか言ってそう、勘で乗り切りました。絶対ね全部バトだと思う。え、好きなメンバー変更とグループ紹介、え、したした。でも好きなメンバー変更、いや聞いたか、聞いたわ。ゆあとみゆちゃんとさやちゃんだっけ多分ありがとうね、クッキーありがとう。え、そうニコニコすぎて目がめちゃめちゃ細くなっちゃった。マジでもう一回撮り直したい。泣いた。ニャンズですが塾上生誕祭当選、マジで、え、待って待って待って名前は面白い人やんごめんね、サイン会で笑っちゃってぜひユアのサイリウムカラー知ってますか？紫、赤、ピンクですよ。ぜひ売ってください。高校生卒業できますよ。最後列の端っこ？え、どっち側？端っこ？どっち側だ？上手か下手か。まあまあ。テストよく頑張ったね、お疲れ様。ありがとうね。これ30、え、あのですね、じゃあ入れ違ってて集合時間が、普通にいやは30分に米だねって言ったのに、なんか15分に、え、なんかついちゃったとか言って、でいや遅刻認定されてるまあしてるんですけど、いやしてないしてない、だっていやは30分だと思って行ったんだもんそしたら30分には着いたの、米田の近くにね。でもなんかビルの中にあって米田が、でそこで迷ってたからかんばちゃん出てくれたから、ラーメンやおた、本当にでもさ漏れてないんだよね、かんばのちはた、ありがとう。あ、ガオニャンもう出てる？ツイッター。そう、ガオニャン。クッキーありがとう。え、隕石だ、本当？よかった。サインカーあざした。こちらこそ。え、名前覚えてるわ。え、待って。このアバター書くわ。え、なになに？ YouTuber なの？なんかすごい YouTuber っぽいんだけど。え、生誕祭歌った？
めっちゃ当たってるよね。すごくない？だってすごくない？普通にすごくない？めっちゃ当たってるやん。えぐ。もうこれはユアのための運ですね。絶対に。ねやばい、髪の毛終わってる。いやいやいや、ミオワルさんはユアの時期いらないですよきっと。いや握手会でマジチェキ渡したい。ポスターがだってびっくり、それな、それな、なんか当てちゃったよポスター。でも岩的にはチェキの方が、チェキも当てたかった。ポスターもね5人しか出ないからね、激レアなんですけど。熱いもばめきました。抽選会チェキありがとう、こちらこそありがとうね本当に。え待って、これなんて名前読むの、読めない、読めない。年賀状で全部確かにね、あれ世界に1個しかないですからね。毎日あるなら嫌にゃん。いやでも前誕生日の日は7時からちゃんとやってよ。明日から再びやるのかい毎日。多分多分多分。えサラとさ遊んで遅刻すると全部報告されるから、もう遊ぶのやめよ。遊ぶのやめよ。よいしょ、ニャニャ大好き。えマジでトレード当たってほしい本当に。ショールームの外毎日アイドル。確かに。うん毎日アイドルね、外れちゃったからもうできる時でいい気もするけどね。アバターはアバター欲しくてやってたけど毎日アイドル。でもイベントにかけようかなアバター。みんなも毎日じゃない方が飽きないっしょ。コマ座席決まりました。お、どこですか。どこですか。猫ちゃんありがとう、ハートありがとう。メールの気持ちしかありがとうね、受け止めてくれて。18歳そうだよ。え鬼滅行ったの映画。え、いいな、まだ行ってないんだよね。余ったチェキは普通にちょっと待ってね、夏の全身写真と、夏の全身写真となんかお団子のゆあちゃんと、結構余ってんだよね。とあ、トナカイゆあちゃんもいます。これ当たらなかったね。で唐揚げ食べてるゆあちゃんと、新衣装の全身写真と、メガネのゆあちゃんと、普通になんか劇場のリハの時の写真、あのなんていうの、ゼッケン着てる写真と、新衣装の近いやつと、あちょっとこれ漏れてないから当たんなくてよかったんですけど、であとツインテールゆあちゃんがいますね。クッキーありがとう。何これ飛行機ロケット。何これ。クッキーありがとう。忙しいアイドルにゃちゃん本当ですか。H 列だと本当。えマジか、 H ちょっと待って、 H ってことは神手ってこと、え合ってる。H って結構いいんじゃないか。すみません、さやちゃんとサイン会みたいな。さやちゃんも笑ってたから全然 OK です。えマジチェキあげたいみんなに。うん、えまた最善なのね、運強くない。いつも前にいるイメージなんだけど、やば、9枚出てた。え当たるよ、みんな応募しよう、トレード当たるよ。
当たるよ。クッキーありがとう。13期に流れることに、ダメダメダメ、イヤがホールドするかき集めえ、そうだよね、それなさんなんか遠慮したい人多いよね、優しいよね、みんな。何この虹色のペンライトありがとう、クッキーありがとう。え、大好きのチョコだ、かわいい、ありがとう。大好きチョコ。サリム6本持て、6本持てるえ、申し込んできて、トレード。マジ9枚とか当たるよ。今日で9枚でしょ、まだ今後出るよ。ありがとう、チョコ、チョコ棒。まあ、クッキーありがとう、持って帰ってきてます。ロイヤルマッチ340、マジで。でもまだまだ、うん、まだまだ、いや470なんとかだから。街中で帰りに見かけたら、その時は近くのが多分、いや別に多分だけど、周りから見たらなんか何、誘拐犯みたいに思われるかもよね、A 列いいよね。あ、 H のでセンター、マジ。マジみんなからハッピーバースデー、ちくちゃん、かわいい、ありがとう。にゃちゃんめっちゃ、マジ、いや今日メイクめっちゃ薄いんだよ。エアポッツって最初見つけさんが買った、違う、いやが紛らわしい文章送ったからね見つけさんが買ってたらマジでやばい。まあまあ、え、なになにこのモテクイーン、なんか9位になってんだけど今なんか9位になってんだけどこれ1位になったら何があるんだろう。一応伝えるけど、メンバー変更は君含めて何人かは継続、懲戒投稿は一番初め、え、言ってくれてたよね、一番最初って。え、待って、普通に小室優愛で出る。いやさ、小室優愛で調べてもさ出てこないんだけど、小室優愛じゃない、もしかして。帰宅したよ、生誕祭当選したから楽しみ、ありがとうね。マジ会おうね、キモニャンやめてくださーいサイコ列。ティンズユニット応援さん、ありがとうね、マジで頑張るよ頑張るとか言って、え、 MV 見た見た見た、もうねめっちゃ見てよ。いや踊れるかな上手6列目が H？ え、んん、どういうことだ青子さんが6列目、後ろから3列目の上手の、うわ、ところどころ欲しいえ、でも後ろから3列目ってことは立ち見ってこと。まあ、いや、フリマアプリさやったら住所バレるよねまあ、サタンマジカマチョだよ。チキは名刺が悪いいや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 、色紙持ち歩いてくださいサータニヤニヤの遅刻は当たり前ありがとうございますえ、でもさ今日もさ駅集合って言ったのにさ、なんか先に事務所行ってて、先レッスン所にいるから着いたら教えてとか言われて、え、駅じゃないのって、そしたらやらかしたとか言って、まあまあ、え、マジでトーク会、通称会、握手会本当に楽しみなんだよね今。
え、マジラジオね。チェキ3枚も、いやいや全然、どういたしまして。ツインテールチェキやったね、激アツですよ。菅原さん生誕祭続いて岩手の生誕祭外れちゃう。生誕祭って外れちゃうのかな。クッキーありがとう。やばいことばかり話すか配信。違うよ、やばいこと話してないよ今。遅刻がデフォルト、まあそうなんですけど。まあでもちょっとゆあちゃん、あの18歳になったから、まあ遅刻を少なくしようと思ってます。思ってます。18歳の抱負です。花束ありがとう。レインボースターありがとう。え、それな、ゆあが遅刻しなきゃいいんだけどさ。人形足ありがとう。うん、サラと遊んであげて、みんな。遅刻をやめるなきゃ遊ぶ、え、違うよ、サラタンが言わなきゃいいの、みんなに。みんなに報告しなければいいの。まあそれの前提に嫌が遅刻しなきゃいいんですけど。でもさあちゃん、いやマジ病気なのかなと思うんだよね。だって普通にあの遊びに行く2時間前には用意をしてるの、ほんとね、これなのに遅れるの、あ、もう病気だと思うんですよ。クッキーありがとう。毎日見ても飽きないですか。本当ですか。生誕センターの後ろから2列目。本当？え、何、立ち見じゃなくて座りの2列目からってこと。ユアのファンの人結構当たってんだよね、嬉しい。バラありがとう。初見さん、唐揚げがちゃ欲しい。メルカリに出したらあれ住所バレますね。子がキスのお宅なんで身が濡れて。そうね、確かにね、レアですかね。田中優ちゃん、そう2枚あったの。あ、でも違う違う、あの自分の家でトナカイのコスプレしたトナカイゆあちゃんと、あの生写真のトナカイのゆあちゃんだから、まあ別物のトナカイですね。そう、年賀状1枚だよ。当たったのすごいよマジで。え、マジで鬼滅見たの、面白かった。679、やりすぎー。あ、そうなの、後ろなの。忍者足ありがとう。最高の列なの H。 どっちクッキーありがとう。何々のゆあちゃんのチェキ紹介しよう。本当？ちょっと先輩がやってたからね、吸収してみました。あ、固定コメント変えてなかったわ、全く。なんて書いてたっけ。本当だ、今の誕生日で止まってますね。オッケー。クッキーありがとう。 JK JK ゆあちゃんでーすとか言って、いやさ、後から自分のさ見返したのね、 YouTube。 もうね、発言がバカすぎたよね。
推しの生徒さん当たらない報告方法不足ってやばくない？ユアニャン不足で絡みてました。本当にありがとうね。え、てかサイン会もさ申し込んでくれたよね。その絵文字ついてた気がする。クッキーありがとう。サイン入りのマジ、え、全本当にあのでもサインさずっと書いてる途中でどんどん汚くなってトレードオブ、え、ありがとう。え、てかめっちゃ言わんのにさあの応募してくれたよね、ありがとうね。あ、虎書きます。私普通にライオン書いてたけどなんかトレ申し込んできて、ぜひ。チラチラ見えるワインレッドオフトを見たら川村さんの配信時間本当いやトレード、いや当たる、試しよ試しね、そうだよね、当たる前提の12日当てて開けてるもんね予定。チョコボありがとう。ロイヤルマッチは面白いというか無心でやるものですね。今座席確認したら B 列の真ん中ちょい上手側でした。2列、え、 B 列めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん。 B 列の真ん中ちょい上手側ってことは T 列真ん中ちょい上手、おー、いいんじゃないですかじゅくちゃん H 列多くない？今のファンの人ちょっと待って、 H 列多くない？まあ、あー確かにね、それはそうだね。最前列って首痛そうだよね。リクエスト答え、あ、全然あれ 見たのが奇跡ですけどね私見なかったらちょっと分かんなかった。まあ、クッキーありがとう。定期的にイベントやっていて上位3名、あ、そうなんだ、上位3名は絶対入れないわ。はた、ありがとう。ユアニャンって川村ユア、うん、川村ユアだよねえ、相性ゲームさユアのこと低い人多くないちょっとみんな、え、モテクエ1位だとアバターもらえるの？でも絶対1位とか無理なんだけど悲しい。最高列って読むのこれ、最後じゃん。こんばんは、座席ついてありがとね。そう、メール返信で言うとね届かない可能性あるから。あ、青子さんが神手6列目？あ、オッケー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 。え、なんかいつも神手にいない？そんなことないそんなことない、神手のイメージ。あ、嘘嘘。全然嘘。下手のイメージ。まあまあ。カムリアの紹介するとするなら、かわいい、面白い、遅刻もキモ絶対キモニャンやん。あ、後ろから3列目が H か。チョコバありがとう。あ、笑顔最高はそうね。F の10で変な T シャツ着てありがとう、おわかった、覚えた。クッキーありがとう。役しか全部着てくれる3月の、ありがとうね。全部違う服なので皆さん可愛い、ありがとう。ちょっと見ない間に髪、嘘、伸びてないよ、伸びてないよ、わかんない、もう伸びたか伸びてないかわかんないかみたいな。まあまあ、え、2じゃないよ、動画って来週なの、 YouTube の。いや、マジで見てほしい、一生出れてる。あと衝撃映像、衝撃嬉しい映像があるからね。クッキーありがとう。座席は ABC から HIJ で、その後ろ、あ、そうなんだ、 ABCDFGHIJKLNMOPQR ん ABCDFGHIJKK ってこと、 K が立ち見ってことが、え、話しない話しない、何もやばいこと話しないよ話さないでください。生誕祭塾長コール怒ったらやばい、普通に。でもさ
イヤのファンじゃない人は何が起きてるか分かんないじゃん。塾長誰か説明して誰か説明して、塾長というのはって。でも早く劇場でヤンニャンを見たいし、生誕祭見たいの、トレ当たりねえ、ほんとにみんなトレード当たって、ほんとにユニアクスカイ一部やからか幕張とかしませんしません。え、でもさ、そんな早くなくない？一部そんなことない？あ、でも東京だっけ幕張って。まあ、いや三原さんはユは絶対遅刻しないと思うてかそもそも先輩はしない。あの、ユが遅刻する人は大体心を許してる人なので、はい。だってさ、普通にだって初対面で遊ぶ人は絶対遅刻しないし。あー、沖縄人かも、いいわ。うん、あ、本当？遅刻常習犯ですか？え、プリンとマメの動画上がったのあんな大喜びの。見よう後で。病気なんだ、お大事に、やばい。あ、そうそう、あのね、プレゼント紹介をしたいんですよ。で、今見てる人だけしようかなって感じなんですけど、大丈夫ですか？見てる人しても。サータン推しですか？フレッツ当たったのに赤ピンク紫。え、振ってくれるの？え、サータンダンジョンで見たわ。振ってくれるの？いや、全然振ってくれるのは全然いいですよクッキーありがとう、チョコバーありがとう、まあまあ、チョコバーありがとう、ジュッコ、クッキーありがとう。あ、やば、見えてる見えてるえ、そうだよね、一段上がったとこが一番さ、神席。え、何このクマちゃん、初めて見た。そう、あと2人で2600ですねそう、鬼滅はもうね、感動ストーリーですから。サイン会、生誕祭、 DMM とかで見てくれるか。あ、現地用途マジよかった。いや、なんかさ、何、なんか DMM なのに現地って言ったらさ、なんか、あ、当たらなかったのにってなるかなと思って逆で言っといたけど現地だったよかった。ぜひユアのサイリウム振ってください。え、そうなんですよ、ウルーさんと仲良くなりました私あの、マブダチって言って肩組みましただよね、申し込んでたよね、ありがとうね、まあまあ。本当？え、もうトレードみんな応募しな、10枚以上だって。あ、22時までコースにしようかなって思ってるけど、って思ってるけどって感じ。うんうん、みんなトレ当たるよ絶対。あ、 BGM テレビですね多分ちょっとドア開いてるので22時30分でも、でも、ね、違います、違います。劇場出口側から1なのか、123さすが、さすが座席表さんあしらぞうさん。まあそうだよね、何列でもいいからトレード当たりやたいよね。だってお見送りがあるもん、みんなから直接聞きたいもん、お誕生日おめでとうって。ほんと握手会始めてありがとうね、今エア握手しとく、握手の練習しようね、 H 列やばい、ワンちゃんだけど H 列全員ユアのファンだったらめっちゃおもろくない？え、もしかしてハッピーバースデーの H ってこと？なるほどね、わ、素晴らしいですねこれ。ロケットありがとう。そう、 H 列一番一段高いところらしいです。え、 80% だった？え、待って待って、本当にさ多くない？ H 列絶対ハッピーバースデーの H やんこれ。ネンボスターありがとう。
結婚してありがとう。ココミン、ココイチ行きたいとき、マジ？え、そう、あのね、なかなかココミンと会わないんですよ、予定が。クッキーありがとう。本当見んの？マジで？やば。激アツじゃん。流れ星ありがとう。ハートありがとう。お、中吉ヤンヤン出ました？漏れてるでしょ。てかあれ、いつまでやってんだろう。ハートありがとう。そう、ココミン今日ね、オルーさんと。ハートありがとう。まあまあ。流れ星ありがとう。切ってとは言われないんですけど、でも切りたいんですよ、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ今切りたいんですよ、私。あの、普通に、多分、どうしよう、どんぐらいにしよう。どんぐらいにしようかな。もう、とりあえず、卒業式が終わってから、いや、うわ、どうしよう。うわ、どうしよう。まあでも、生誕祭までは切る予定はないけど。だるまありがとう。生誕祭 DMM で見るのありがとね。見てね、ちゃんと DMM にも私アピールするので。アンコール塾長コールやばい。え、お手紙さ届いたと思う。え、ちょっと待ってね。いや、届いてるはず。いや、読んだ気がするよ。てか絶対読んだ、読んだ記憶しかない。え、これで読んでなかったら申し訳ないんだけどさ。ちょっと待って、よいしょっと。すっごいね、すごいあったんですよ、私本当に。あ、そう、年賀状もね、今届きまして。年賀状今届きまして。え、待って待って、ワンチャン届いてないぞ。え、いつ送った？ちょっと待って待って待って、読んだ覚えしかないんだけど。言わ、え、もしかして届いてない、届いてないっていうかさ、あの28から1回も劇場行ってないからさ、その間に送られてたら読めてないんだよね。そう、え、嘘でしょ、ワンちゃん届いてないっすね、まだ。ロッチャと水が入ってた、めつゆ。何が真実かはわからない。あ、そうなんだ、毎週火曜日にアップされるんだ。あ、そうなんだ。マジヤニャン生誕祭入りだね、本当に入ってほしいよ。あ、ちょっとちょうど流れてますね、 SK の新しい曲。マカリア千葉だな、初日は一人で塾長。え、待って、幕張って千葉なの？あ、初日が千葉なの、初日が千葉なの。だるまありがとう。盛大にされてる。私聞くちゃん、ほんとにユアしか伝わらないから、ユアしか伝わらないから。嬉しいけど、だるまありがとう。レールにしか、まあ来れば、全然間に合い、これ来てくれれば。あと、ありがとう、だるまありがとう。みやちゃんめちゃく、本当に。ありがとう。え、遅くて7時、あ、終わった。なんで一部なんだろうよ。マジか。でもワンじゃあみんなさ、部数違く、部数じゃない、部数一部、その三部とかの人も同じ時間かもしれない。え、千葉県にも美浜区ってあるの？愛知にも美浜あるで。え、このさ、地球のくまちゃんかわいい。あ、あのですね、
あのですねとか言って、ちょっとみんなに見せちゃうことになるけど、あ、これ違うこれ違う、こちら、このね、すみっこ暮らしのお手紙の方は届いてる、読んだよ、もちろん読みました、いや手紙全部読んだ、マジでみんな本当に本当に岩より字がうまい岩より字がうまい岩より字がうまいです、皆さん、そうです、宮丸さんおた仲間です、もう岩丸なんで岩丸なんで、いい列が神石なの、あ、そうなんですよ、私あのコメントを、待って、唇の顔取れた、コメントを全部読んでるから時差がすごいんですよあ、そう、プレゼント、誕生日プレ、そう、皆さんからもらった、うん、ちょっと待って、気になる唇の顔気になっちゃう、ありがとね、ピンク赤紫売ってください、しっかり、またありがとうえ、そう、オルさんマジでおもろいなんでわかるのクッキーありがとう、マイプめちゃ、そうなんですよ、楽しませるっていう思いで楽しませてました楽しんでましたかちなみに YouTube のコメントでもすごい言ってましたねどうやって見た、J 列立ち見ってこと、あん、立ち見じゃないか、そうなんですよ、仲良くなれたんですよ、ルーさんと、これからも仲良くしていきたいですねマジね、あのメンバーめちゃめちゃ楽しかったですね、ごめん、崎さんがなんかあのみかんの剥き方の時めちゃめちゃなんかと、なんかなんていうの、その時めっちゃおとなしく見えてて、いいわ、でもなんかサイン会めちゃめちゃおとなしくなくてめっちゃ面白かった、熊崎さん、え、絶対さ、ねえ、ナピバスの位置だよきっとねえ、あの YouTube って一生残る、もしかしていや、 YouTuber デビューした、マジで絡んでたいや、横にゃんさんのが絶対長い、やばいよ、生誕祭でショートになってたら、え、当たったの、ありがとう、劇場で見てね、ぜひ岩のおさえりも振ってください、またありがとう、あ、1月29ならまだ届いてないわ、多分あの11の生誕祭で届くのでぜひ読ませてくださいチョコバありがとう、いや、あのですね、見てください、これマジ、いや4つに分けたんですよ、袋、こちらの袋とこちらの袋と、あ、やば、こちらの袋と、こちらの袋です袋4つ、紙袋4つ持って帰ってきましたマジで嬉しかった、え、マジで、そう、ミオさんの写真を入れてくれたの、めちゃめちゃ可愛い千葉なんだ、じゃあサラの 地元ってことね、ディズニーランドが千葉は知ってるよ言ってたよね、なんかさ後ろから聞こえた気がしたんだよね、ジュクジュク、やーちゃん22時までやろっかなと思ってますけど、今何時ですか
方ありがとう。スカイケスボとコナメなの全然知らないんだけど。ハートありがとう。ゆくちゃんはい。いたベロかんな。同じ字。ゆうちじまさんと部が重なってるけど、え？本当に？まあでもね、そうだよ。ゆあは最初だから、しょうがない。しょうがない。幕張だけだけど、トーク握手会で、本当にありがとうね。え、なんかさ、あれでしょ？なんか関東なんだっけ？あ、東北？なんか上の方なんでしょ？住んでるとこが。だからなかなか愛知来れないけど。だから東京とかなら逆に行けるみたいな。言ってたよね。覚えてるよ、ゆあちゃん。恥ずかしくないよ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。AKB 行くじ、あ、でもそうだよ。だって AKB はさ、もう東京だもんね。はい、ありがとう。字下手だけど、書いてほしい。絶対にゆあより上手いから。はい、ありがとう。クッキーありがとう。ねえ、1部朝早いから2部から行くだって。コメント行くのすごく早い。本当に？いや、ミレイさんもめっちゃおもろいよ。ミレイさんはね、いつも挨拶と手振ってくれるの。嬉しい、楽しい、大好き。めちゃめちゃおとなしくなかった。めっちゃおもろかった。マジで仕事。あとで席見とくね。初日と連続だから。でどうだろうね。教えてね。動画ずっと残りますか。気まぜっと。ゆあちゃんめっちゃ可愛い美人。本当に？ありがとう、さっきから褒めてくれて。ジェルツは見送りが最後だから。あ、確かに。ゆあちゃん大好き。ありがとう。まあ、帰り一部に行くために朝一便で飛ばないと間に、うわぁ、すごいね。え、なんかごめんね、ゆあ一部で。よく持ってきたよね。え、そうなんです。めちゃめちゃプレゼントもらって。もらって。あ、そう、見たことある袋。はい、こちらね。泥棒。え、ちょっとプレゼント配信します。配信、お礼配信します。え、なにこのハートかわいい。大好き、ありがとう。大きなものとかいう、なんかあの服を送ってくれてて、そう、服って結構大きいじゃないですか。はた、ありがとう。ちょっとプレゼント、あのですね、ちょっと一つ分からなくて、そう、あ、ちょっと泥棒さんからいきますね。とり、あ、待って、とりあえず年賀状こちら。え、これ見せていいの？恥ずかしい、みんな恥ずかしい、見せられるの、もしかして。あの文章を見せないとこはこのね、このはい、このこちらね。こちらね、ちょっと名前が読めないんですけど、ここの下はちょっとメッセージ書いてあるので。てか、いる？いないかも。いや、いる？え、わかんない。まあ、いると願って、はい、こちら年賀状ありがとうございます。で、お次の年賀状はちょっと、どうしようかな。メッセージ隠れるかな。あ、隠れた。はい、歌舞伎さんです。カブさんです。カブさんありがとう。はい、で、さっきほどね見せたこちら。お手紙第1弾ですね、多分。また送ってくれたんだよね、ありがとうね。まあ、中身も見せたいんですけど、まあ、ちょっと、いや、あの、ミオさんなんで。はい、で、こちら、やばい、時間がないな、時間がないな、そんな私で本当にいい。あ、こ、いないですね、多分この日、この方いないですね、多分。いないんですけど、お手紙をもらいました。また来たら紹介します。え、そう、あのファンの方が送ってくれた服のセンスがめちゃめちゃ良すぎてびっくりして、 X ガールとかいて、 X ガール
知ってるのと思って知ってるのと思ってはい、知ってましたね。こちらね、はいますね。え、いるよね。え、いない、いない、さっきいたんだけどいなくなっちゃった、いなくなっちゃったいなくなっちゃった、いなくなっちゃった。ちょっといない、いないので後で、後っていうか、マジ、え、Xガール知らないですか？え、絶対知ってるよ、絶対知ってるよ。やばいやばい、よいしょ。マジでセンス良すぎてびっくりした。え、しかもマージーと、マージーと X があるの、ほら見てください。そうね、みんなに見せるまでタグ切らないとこうと思ったんですけどえ、そう、あの今日からの、あの今日からってか明日からか、明日からのショールームで、あの一つ一つファンの方からもらった服を着てショールームするのでぜひ見つけてみてください。自分の、まあいなかったらあれなんですけど、うん、いなかったらあれなんで。ほらこれさ、激カワなのよ。見て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 、この後ろ、ほらめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。え、知らない？ X ガール、これだよ。知らない？みんな。ショールームでファッションショーしますえ、マジでセンス良すぎてびっくりした。マジで本当にありがとう。半袖全然着ますよ部屋は暖かいので、ただ部屋は暖かいので、ちょっと待ってベッドの上が狭い、ベッドの上が狭い。みんなさ、お手紙でさ、初日当たりますようにって言ってたのに当たってなくてさ、めっちゃなんか悲しい悲しい気分になった。まあ、はた、ありがとう。やてんとさやちゃんが並んだ時から重ならないように重なっちゃいましたね。あ、もう9時ぐらいですね。ありがとね。え、マジでそう、愛されてるっていう実感しちゃってまた来ました、ありがとう、ありがとう。リップはね、去年の、去年か、去年のお誕生日プレゼントでもらったシャネルの、はい、シャネルのリップなんですよ嬉しい。なんかシャネルってすごいね、鏡とかビューラーもあるんだよね。誕生日もありがとね。え、野村さんランダム写真持ってない、あの送ってくれた、え、あれはランダムじゃないか。ノリカム知ってるよ。え、習字うまかった本当に。でもいや、一応習字持ってるんですよ、何級か一応持ってるんですよとりあえず16、17、23日の握手会行きますよ。決済もありがとね。そう、決済忘れはダメですよ。ありがとね、本当に。マジで、そう、ミレイさん本当にマジで、年下に見えません。だって前までランドセル背負ってたんですよ。いや、見えません、全く。え、手紙書いてくれるの、ありがとう、マジ嬉しいよ。え、ダンも持ってる、ダンも持ってる大好きなチョコ、ありがとうね。あー、確かに早く帰れるのが一部だと、確かに確かに、そうだよ、プレゼントもらってウキウキクッキーありがとう。ニブスらいつも下げるから、下げるけど、ユアニアに、え、本当に嬉しい。ユアも頑張るね、みんなのために。いや、マジ違う、センスどうこうではなく
あの嬉しいが勝つので全然。えだからなんだろう、ネタ T シャツでも全然嬉しいわ。あのドンキの T シャツとかでも全然嬉しいわ。いや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 、服困りません。今どんなジャンルでも着ちゃうので、まあ似合っちゃうので。似合っちゃうので、はい、よいしょ、はい、お次ね。あ、ちょっと布団の上に置いてるから。はい、お次、泥棒さんのシャツなんですけど、これファンの方とお揃いなんですよ。すごくないですか、ほら、あのこの泥棒のね、泥棒さんって呼んでるこの泥棒さんなんですけど、泥棒さんなんですけど、トーク会とかの現場で泥棒さん見かけたら岩のファンだと思ってください。はい、あこっちのが見やすいかな、ほらこれ泥棒なんですよ、このあの今壇上7位の人ですね、7位の人です。壇上7位の人が送ってくれましたね。マジあの1枚ずつ着てくので、はい、着てくのやめな。やめないで、いやが宣伝しちゃったから。やめないで。お手紙もありがとうね、これ猫ちゃん、猫ちゃん、さすが泥棒と猫で、さすがです。そしてもう一つがこちら、半袖のジッパーなんですよ。こちらも泥棒がいっぱいいますね。ありがとうね、泥猫さん、猫泥さん、いつもわかんなくなる。とりあえずありがとうございます。本当に嬉しいです、私は本当にこんなにプレゼントをもらえて、マジ何でも嬉しいからね、本当に。マジ全然サブウェイ T シャツでも嬉しいよ。全然嬉しい。ちょっと下に置かせてもらいます。クッキーありがとう。手紙朗読しないよ、しないよ。X がる。え、ほんとに何でもいいよ。もう困ったらクロミちゃんかと無尻送っときな。にゃにゃ大好き、ありがとう。昨日夜中まで手紙を書いて今日出して、ほんとに嬉しい。え、絶対11見れるじゃん。ありがとうね。X がある、あ、そう、X、なんだっけ、エクストララージだっけ、それ。そう、岩には好きそうっていうか好きですよ。え、ジョジョとコラボしてたの、それは知らんかった。なんだっけ、なんとかヘブン。手紙を渡したらみんなの前で手紙を読み上げた時死ぬんだけど。ギャギャかわいい。時間がない、ね、時間がない。え、ズッキーさん届いてるよ。てか、え、待って、ズッキーさんいる今。え、届いてる。こちら。もう砂へ出る。もう嬉しすぎた。マジで。これめっちゃ可愛くない？見て見て。ほらほら。みんな好きやろこういう系。肩が出る感じの服です。めっちゃ可愛くない？これ絶対可愛いよ。絶対可愛いよこれね、絶対可愛いよね。ありがとうね。お手紙も届いてます、ちゃんと読みました。めちゃめちゃわかんないけど綺麗好きそう。なんか違う、あの手紙がね、
あれなんですよ。めちゃめちゃほらこのなんていうの、う打ったやつで、いやそう打ったやつで、しかもしかもこの出なかった、このね、そうこのこれがなんていうのこの生地、ベロアベロアみたいな生地なんです。すごくない？こうちょっとこれに感動して私お手紙にも感動したんですけど、しかもあの年賀状も入ってるんですよ。入ってるっていうか岩が入れたんだけど、これはこれは岩が入れたんだけど、すごくない？すごくない？ちょっとメッセージなんですけどね、えありがとね、マジで。年賀状とかもさ文化やめたからさ全然もらってなくて嬉しいです、とても私ありがとね、本当に。リアちゃん似合いそうだって、この服絶対似合うよ似合わなかったとしても似合う似せるよ私は。てか似合わないわけない、この可愛いもん、服自体が、服自体が可愛いので。よいしょ、ありがとね、マジでマジでありがとう、クッキーありがとう。おじさんわかる言うておじさんじゃないでしょ、初日のハズレ確認そうね、あランダムなのか、嬉しい。ボハムさんならしてた、あ、確定申告やっと終わったえ、ダンス配信ぜひさせてください。ちょっと前全然踊れなかったからね。生誕祭のトレーナー申し込みましたね。本当？登録じゃねえ、申し込みくれたの、ありがとね、マジで当たったし。パーテンダーインクライムって親友って意味なの？そうなの明日ゆあちゃんアイドル頑張る、ありがとね、明日ゆあちゃんクッキーありがとう。そうスーツだって、スーツ絶対似合ってるよ。え、全然欲しい、ドンペンティーとサンダルいやさ、一時期めちゃめちゃ憧れてて、ドンペンティーにマジでレッスン着で着ようか迷ってる、ドンペンティー。ゆあにゃん何何欲しいなって、オリオンビールの T シャツ、とえ、なにスタッフさんがダメとか言うことないよね。とんかつの T シャツいつ着るねんそれとんかつなんで持ってんのあ、そうなの、全日って言ってたの、すごすごいな、全日ってってめちゃめちゃ悪くない。今日も可愛いね、ありがとう、クッキーありがとう。え、全然いいよ、塾長だって作ってくれたってことでしょ、全然着ますよ塾長 T シャツ。クッキーありがとう、絵柄かわいいやつ。え、全然ね、何でもいいよ、かわいいのでもいいし、かてかなんならもう無地でもいい全然無地でもいいよ、だって頑張って考えて送ってくれたから、全然いいよ。星が好き、何星になるの、やだね、ショールームニャニャがティーンズユニット選ばれるように絶対投票するからね、ありがとうありがとう、ラブです、ラブです。え、クロミちゃんボールペン泥猫さんもしかして。え、違う、なんか誰もペン送ったよって書いた人いなくて、え、誰だろうと思って、え、めちゃめちゃ学校で愛用してます今いやー、ちょうど赤ボールペンと青ボールペンとシャーペンと黒ボールペンをなくしててで、なんかついてたから全部、え、来たこれと思って来たこれと思って愛用してまーす。ヘブンズドジョジョこれしか知らんよ、でもあ、D 列で前の方、え、いいじゃん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  D 列、しかし安定の雑学をなんかね前言いたかった雑学あったんですけど忘れちゃいましたね、やっぱメモっとかないとね。え、マジ出たい、
切れ長の目元ほんと今日アイライン短め、まあ、分かんないか分かんないよね分かんないよね時間ない違います、普通に聞いてるだけです。ニャニャパ本当え好きやろえマジで、え違う聞いて、いやさジェラシーのさ衣装ってなんかここ空いてるじゃんめっちゃで、いや早着替えの人だったから万華鏡からジェラシーででも焦ってめっちゃ変なとこから出しちゃってマジで焦ったよねって感じ。まあ確かに外川さんこんな感じだよね。チョコバありがとう、マジセンスの塊だよね。ゆあちゃん似合いそうだったから少し、いやマジで嬉しい、あの少しギャルっぽい服めっちゃ好きなんですよ私、えマジでめっちゃ好きなんですよ、えめちゃめちゃ好きありがとね本当に、みんなさんみんなさん本当に、そう皆さんいろいろ考えてくれてるんですよ本当に。カジュアルプレゼントするより100倍え全然気楽でいいよ全然娘たちが着てた、えめっちゃなんお高いの着てるじゃんセシルとリズリさん、やばい、リベンジダンスしますよ、届いてよかったもので、いやマジで嬉しい、マジで着させてください、レッスン着で袖だし持ってる持ってる、あでもあんまなんかその自分で買ったやつがなんかあんま好みじゃなかったけど買ったやつでそうへそ出しのは持ってるんだけど何でも言っとけと面白い、あそういうこと、前押してたことお揃いにしちゃったことやばーとんかつにゃんにゃん大好きありがとう、あ来てくれた、あのねプレゼント届いたよありがとね、プレゼントっていうか手紙かまあ手紙もプレゼントなんですけど、こちらねマジありがとね、マジでマジでめちゃめちゃ書いてくれて、しかもこのハッピーバースデーカードをくれたんですよ、めっちゃね嬉しいです、マジ嬉しいです、ちゃんと青いインクで書いてくれてます青いインクを、え待ってこのエクストラージ、えじゃエクストラージじゃない、 X ガール誰が送ってくれた、手紙書いてたっけ誰か、書いてなかった気がする、えわかんない、ちょっと待ってごめんごめん、くるみちゃんボールペン泥猫さんだったんだね、そうなんですね、ボールペンのイントえボールペンじゃないの、ボールペン、んさっきボールペンって言ったいいわ、これもてんちゃんしっかり投票ありがとうね本当にマジで皆さんにかかってるっていうね、嬉しい、仕事終わったので帰宅し、おお疲れん、お疲れんこん、ドンキでクロミちゃんボールペン、え、そうね、なんかさ、あのさ、あの箱の後ろにドンキのシール貼ってあったから、絶対ドンキで買ったやと思って。いやにゃんっていろいろ、え、そう、ほんとに物忘れやばくて、マジで。来た声でテンション上がるように。配信でも雑学、え、そうしたいんですけど、あ待って雑学あるあるある、これこれ知ってます、この皆さん、このチョコ、このチョコあのまあ雑学っていうかあれ体験談なんですけどあのこちらね標準23って書いてあるんですよ、でも絶対数えたら23以上あるんですよこれ、本当に23のこともないし23より少ないこともなくて、だいたい24か25なんですよこのチョコ、もういやこのチョコはねもう小学校から一生食べてるから雑学ではないかもしれないけど雑学です、皆さんもどうぞ買ってみてくださいへそうセシルは高い高いです、早着替えは得意じゃないです私、スカジャン全然着る、
全然着るってか普通にもらったら着るってか、着たことあるスカちゃんギャルじゃないです、やっぱギャルじゃん、違います。ダウトむずいよ、ダウトむずいよ、ギャルっぽいというかもはや確かにまあね、ギャルヤニャ好きですか。そうなんですよ、送ってくれてるんですよ。でね、よいしょ、このね、やばいやばい、こちらお手紙いるかな、あ、いますいます、壇上2位の方、お手紙届いてます、お手紙とプレゼント読んだよちゃんと、ありがとうね本当にマジで嬉しいです。しかもこれね和紙なんだよこれあ、名前見えちゃった、和紙なんですよ、しかもしかもなんかね、そうお手紙っていうかあれなんですけど、このなんすごくないですかこれ、ハッピーバースデーすごくないこれ、猫ちゃん猫ちゃんなんですよこれ、しかもここがメッセージカードになってるんですよ、メッセージカードっていうか買ってくれたのねすごくない、すごくない、このコンプリート前のやつですね、全然嬉しい、マジでマジでママ欲しいって言ってたよこれママ欲しいって言ってたこれ、マジありがとうにー、嬉しいです、マジで嬉しいです。あ、そしてね、はい、こちら見てください、見てくださいこれ、じゃん、クロミちゃんなのこれ、ほらクロミって書いてあるの、クロミって書いてあるんですよ、しかも後ろもクロミちゃんなんです、ほらほら見て、クロミちゃんなの、しかもしかもほらクロミちゃん、もうクロミちゃんになれるのこれ、やばくない、クロミちゃんになれるよこれ、まあ、ぜひ今後一個ずつ着てくので皆さんよかったらよかったらよかったら、月曜から夜更かしみたいなので出先からか帰る理由がかわいい、毎月ずっとセブンティーンとスイートを、え、めっちゃいいお父さんやん、めちゃめちゃいいお父さんやん、まあね確かに数えましたなんか本当に23かと思って、まあでも標準って書いてあるからね、標準ですからね、雑学は勉強するのところで頑張ってテストダメです、雑学はまあなんか勉強するんじゃないんですよ、なんか何かで耳にした雑学を言うっていう私の私のモットーモットーです、あ、そうだ、 X ガールとマージーのコラボのスウェット、そうだ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 、思い出した思い出した、え、マジでセンス良すぎる、マジでびっくりした、マジありがとうね本当に、このねクロミちゃんとも X ガールもスナイデルも全部来ますので来ますので、そしてすごいこれはモコモコですすごくモコモコです、こちら、進め進め、カーブラシいらんやろいらんやろ絶対にそしてそしてこの青子さんが見てこれめちゃめちゃ可愛くない、マウジーだよ、え、金ピカピン、銀ギラ銀か、やばくない、
激カワなんだけど、激カワなんだけど嬉すぎる。マジありがとう、本当にありがとうね。マジでかわいい、かわいすぎるよ。マジで嬉しいです本当にギャルっぽいでしょマジで本当にみんなセンス良すぎて、でしかも見てこれマウジーのストールなの、やばくないやばくない、もういやおしゃれになっちゃうよ、にゃちゃんおしゃれになっちゃうよ、やばいよねマジで、何年でも使えるよねストールよいしょ、なんなら膝掛けにもできるよねこれマジありがとうね本当に。あおこさんねめちゃめちゃね送ってくれたんですよ。あそう、お手紙が5個くれて、はい、ちょっとお手紙マジ嬉しい、マジ嬉しい、ね、全部読んだよちゃんと、ちゃんと読ませていただきました。そしてこちら、こちらもすごくないですか、もうセレブって感じじゃないもういやセレブユアニャになっちゃうよみんなセレブユアニャになっちゃうよ、ユアニャ飛行機ありがとう、まあまあ、えサンリオって来てたのやばー、めっちゃ可愛いやん、ククルニャン、クルニャンです、クルニャン、ククルニャンです、ちょっとお茶飲ませてください、チョコレートみんなにあげるよ、バレンタインチョコまあまあ、そうこれねめちゃめちゃあったかいの一回来たんだけどさ、めちゃめちゃあったかい、そうプレゼントさ紹介するまで汚したくないなと思ってまだ外で着てないんですけど、でももう今日したので着たいと思います着させてください、あれ？ちょっと待って、ああそうだ、よいしょ今何時ですか皆さん、ちょっと時間を教えてください。でね見てこれ、クロミちゃんのバッグ、やばくない、これめちゃふわふわなのめちゃめちゃふわふわなのこれ、すごくない、ちゃんとね中もクロミちゃんカラーなの、ほら中もクロミちゃんカラーなんですよ、ありがとう、21時半ね、マジすごくないこれあのクロミちゃんのねパーカーとこのカバンと、もうあとボールペンを持ってあとね、そう他にも鏡とか、鏡クロミちゃんの鏡とか、ほらクロミちゃんの鏡とかタオルを送ってくれて、あそれは違う人なんですけど、えで見て見てこれさ、今めちゃめちゃ感動して、見てねほら、てんちゃんなのスリッパ、こっちか、てんちゃんのスリッパなの、しかもユアって書いてあって、やばくないこれオーナーメイドだよね、やばくない、マジでびっくりして、これすごくない、作ってくれたんだよユアのために、マジで嬉しかった、本当にありがとうね、こんばんは、こんばんはユアちゃん、こんばんは、ギャルっぽいですかまあでもこれはもうセパレート、え全然送ってくれたら来ますよ全然来ますよ、てんちゃんの喜ぶ顔を見る、ちょっと全身クロミちゃんコーデですねこれ全身クロミちゃんコーデですこれマジおもろくないクロミちゃんコーデやな、あやばいやばい、膝膝、あやばいやばいやばい、服のなだりが起きてる服のなだりが起きてます
じゃん、こちら、これなんだっけ、イルカ、あ、違う、クマでした。クマでした。すごくない、これクマなの。クマやばくない、クマなんだけど。ちょっとクマちゃんの耳でも、クマちゃんの耳をつけてこの服を着たいと思います。ありがとうね、本当に嬉しい、本当に嬉しいです。マジで嬉しい。ポンチョじゃないよ、ストールだよ、ストール。一万、あのね、そう、あのなんか一万超えてたやつがあったらしくて、でそれ送られてきてないんですよ、私の方に。でスタッフさんから一万円超えだったためないですみたいな言われて、えなんかめっちゃマジでえみたいな、いいやんみたいな。だってさ、せっかく送ってくれたのにさ、ねえ、悲しいよね、そんなマジで。でね、これ手袋、いやさ、手袋持ってなくて、手袋送ってくれました。よくない、絶対あったかいよねこれ。え、それな、え、あのさ、値段の基準ってさ、あれ定価なの？もしさ、セールとかで安くなってた場合はどうなるの、あれどうなるんですか、あれ。今日会員ありがとう、クッキーありがとう、フェーズ紹介いろいろさん、本当本当ですか、よかった、それなら。まあ、あー確かに、あそうな、定価なの。ハンギョドンのアミちゃん、あアミさん、体当たりしてたのね、個性出るよね。姫路城なのは、あのこの方がね、兵庫県出身なんですよ。そう、兵庫県出、え、そうだよね。兵庫県出身でクロミちゃんを見つけて買ってくれたんです。え、弱くないよ。え、あのさ、バツマルくんのさ、あのミヤさんがトーク会か握手会で来てて、バツマルくんを、もうそっからバツマルくんもね好きになりましたね。今隠しても手遅れですか。アイクスガール、あ、そうそう、あのね、そう、さっきいなかった時に紹介しちゃったんで、え、見せる見せる。え、マジでめちゃめちゃ可愛いの。ごめんね、いる時にすればよかったよね。ごめんね、やばいやばいやばい、マジでマジでセンス良すぎて。え、お手紙にもさ書いててくれたの、この後ろの柄が気に入ったのでみたいな。え、そう、岩もめちゃめちゃ気に入った、これもう見た瞬間ね、マジ気に入ったよ。ちょっと嫌な顔見えないんですけど、マジでセンス良すぎ。センス良すぎ、本当にありがとね、本当にマジ。みんな見てみて、これがギャル柄ってやつ。違うけど違うけど、ギャル柄です。マジで嬉しい、私。しかも X ガールとマウジーがコラボって、えぐいね、エグやんな、エグやんな。どういうこと、親近感作るの天才、どういうことどういうこと。そうでね、見て、この Y のチャーム送ってくれたの、ほら Y なの、これ見える、 Y なんですよ。Y なんですよ、すごくない、これ、なんかこれ、これなんだろう、やば、え、いやさ、最初見た時これ見えてなかったわ、なんかネパールみたいな、ネパールじゃない、オパールか、ネパール、ネパール。
オパールですみたいな色。ほら、チャームです、ありがとう。マジでマジで本当に嬉しいです。チャームもつけますありがとうね、嬉しい。でね、こちら最後、最後ってか、あのこれ須田さんの方送ってくれたんですよ。やばくない、やばくない今ねちょっとずつですけど読んでます。ちょっとずつですけど、めちゃ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 ちょっとずつだけどね。いや本ね、マジで今まで読んでなくて、そう、読んでなくて本を。でマジでこれで久しぶりに読んだぐらいで、マジでマジさ、こんなんさもうアイドルの取説って感じだよねマジでこれさこれのマジで嬉しいです。もうマジで全然本当に本とかでも嬉しいです。ありがとうね。値段多分調べてるのかな。1万円超えたら電話かかってくるのやば、別にいいじゃんね。お風呂沸いた、バレてるバレてる。え、それ思った、あのさ靴とかさ、もし2万の靴でさ1足ずつ送ったらあれはいいのえ、そう見たよ、生誕祭千室最善、見た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 。マジやばくない、やばくないマジめっちゃガン見します。まあ H 列でも J 列でも全然ガン見しますが、やちゃん明日お仕事だから風邪、お風呂ね、お風呂、あ、見ちゃった、風呂寝るね、風呂寝るね風呂寝るね、うん、ありがとうね。ちょっと風邪ひいてるけどチョコバありがとう。ネパールやばい、ネパールやばいワードセンスじゃないよ、ごじった、ごじりました。あ、手紙送ってくれた方来た。そう、手紙で届いたよ。手紙じゃない、手紙だけど、手紙じゃない、年賀状ですね、年賀状、年賀状届いたよ。ありがとうね、年賀状届きました、ありがとうございます。本当に本当に推しさんが増えてくれたら嬉しいんですけど。え、何、 SDN ってどこ、スーダン、スーダンヤニャン賢くなるよヤニャンね、本にね読めるよ、別に読めますよでもいや本当に中学まで漫画の読み方分かんなくて、なんかどう進むんだって思って、津田さんの本送ろうとしてたからか、あ、本当によかったね、それは。え、同じ本、違う本なら全然いいけど。みやちゃん本あるよ、絵本、絵本あるよ。え、サイン入りいいな、サイン入り、あ、送り返されるんだ。明日お仕事頑張ってね、おやすみ。レシートに、ん、プレゼントにはレシートをつけてます、1万円。そうね、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 片方ずつダメなの、どうなんだろう、かゆ、え、うちは見た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 、え、絶対可愛いやんね、絶対可愛いやんね絶対可愛いと思ったもん。え、プレゼント何送ってくれるの、参考ってことは嬉しいんですけど嬉しいですけど、ありがとう。
あでね、そうこちらもう一個あるんですよ。えマジで本当にいろんな人が送ってくれて、はい、歌舞伎さん歌舞伎さんありがとう。カブさん、カブさん、えカブさんだよねこの服だと思ってるけど、いや違かったらごめん違かったらごめん。見て見て、ほらちょっと待ってえすごくない？しかもナイスクラップ、ナイスクラップもさセンスが良すぎてやばくない？これ絶対可愛いやんね絶対可愛いやんね。これやばい、みんなマジですごいセンスが良すぎて、ほらこれ1枚できたら絶対可愛くないね。下に短パン履いて、2月11日で20、あ本当に？えてかめっちゃ若くない？めちゃめちゃ若いじゃん。えじゃあユアの生誕祭で25ってこと？やば、ほぼ同い年ほぼ同い年です。もうそれはユアの生誕祭に誕生日ってことは同い年です。今何時ですか皆さん？やば、ちょっと顔ブス1万円超えの総選挙、総選挙ランクイングッズ2回、あ本当届いたの？え届くんだ。風っていうか鼻が詰まってるって感じですね。本当にためになる？もうちゃんとってか全部読みます。まだね3ページぐらいしか読めてない。まずは、いや全然もう本当に嬉しいから、クッキーありがとう、猫ちゃんありがとう、漢字全部ないです。じゃいや読みは強い、あそんなことないかごめんなさい、ちょっと語弊がありますね。今のは語弊がありますね。えてか待って待って、クロミちゃんパーカーって誰が送ってくれた？歌舞伎さん？いや歌舞伎さんだと思ってたんだけど、違かったらマジごめん。マジで K2 の曲が好きすぎる、マジで本当にいい曲ですよね。え劇場まで取りに来てって言われるの？えぐー、仕事終わってやったらしい。いや全然ありがとうね。ねえなんで覚えてないの覚えてて。SDN は AKB の大人は、えそうなんだ、スーダンとか言ってたもんスーダンやばい、やばなんか反射してる。クッキーありがとう、クッキーありがとう、クッキーありがとう、ハートありがとう、いっぱいハートありがとう、クッキーありがとう、クッキーありがとう、レインボースターありがとう。えそれな、これねマジサンタさんだよねこれありがとうね本当に。え本当にゆあちゃんにプレゼントしたいと思ってくれてる時点でもうプレゼントです、それが本当にありがとうね。サタデイナイト、かっこよスーダンにしてごめんなさいスーダンにしてすみません。ねやばい、反射して歯が光ってるよ。ああいいよね短パンやーちゃんに送ろうと迷っていた服の色違いさと、えマジ本当にそんな被ることある？マジですごくない？なんかすごい奇跡じゃん。ジュエティわかん、ヨアが逆にわかんないわ。ジュエティ、そう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 、税込み1000、じゃあ1万1000円だったら OK なの。だからちゃんときっちり1万円っていうね。チョコバーありがとう。あ言ってたよね、泥棒の服言ってたってか、手紙で書いてくれてたよね、2つで分けましたって。
ありがとうね。にゃんにゃん大好き、ありがとう。え、てかサイン会いたよ、いてくれたよね。じゃ買ってくれたよね。ありがとうね。ちょっとアバターをスクショします。すごい冷凍たい焼き家にあるの、おもろ。漢字の読み強かったら花豆こまあ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 、まあ、あれは読めません。今何時ですか。マジであの時計買わなあかんわこれマジで時計買います。いっぱいクッキーありがとう。生誕祭仕事できないです、ごめん。全然大丈夫だよ。あのもう誕生日ってこと知れたから今言っとくわ。お誕生日おめでとうまあ11来れないだけだけどね。本当だ、書いてあったわ。11月生まれて、あ、見せて、11日生まれて。チョコバーありがとう。サイン会ありがとう。こちらこそありがとうね。マジで。なんか書いてほしい絵ありますか一応アバターは書くつもりなんですけど。マジスカヨアニャン。ヤンキーズアリじゃないです。ヤンキーズアリじゃないです。スーダン出てくるとかさ。まあちょっと難民のことは誰よりも分かってるので私チョコボありがとう。ただいま天使降臨ゴッドファーザー降臨。うん、2つに分けたらいけるらしい。びっくりだよね。え、だからさ、靴をさ買ったとして2足じゃん。でそれ1足1足送ったら送れるってこと。鼻が詰まってるってことはね、起きねそう、え、うん、違う違うあ、そうなんだ。レモスターありがとう。あ、40分ありがとうね。あ、そっか、時計って時計機械だから送れないのか。あ、ナイスクラップ。あー、よかった、よか、え、そう、なんかね、そう、手紙とあれ、手紙とお手紙を、あ、ん、手紙と手、お手紙一緒だわ手紙とプレゼントを別々にされちゃうから分かんなくなっちゃって。ありがとうね、ありがとうね。ナイスクラ、え、マジで、え、待って、ナイスクランブ、え、ナイスクラップって呼んでた、ずっと。マジで先生すぎ。ありがとうね、ラブです、本当にラブです。分かった、絶対歌舞伎さん、クロミちゃん送ったよ。うん、絶対送ったと思う。おめでとうって言ってくれたり、いやいや全然、ありがとうね、来てくれて。 JK チェキ、 JK、 そうね。え、でも YouTube で見せたけど、あ、待って待って、ごめんごめんごめん、お願いしてたわ、ごめん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 言ってた、ちゃんとスクショも撮った、ごめん、許して許してください。思い出したので許してください。言ってたよね、言ってた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 。書きます。電波時計がいいかもね。大富豪ゲームするときファンと時間、そうなの？電波時計って何？え、待って、電波時計って何？電波時計って何？え、すごいすごい、みんな時計買ってるし。久しぶりに見てくれて、あ、ありがとうね。今も久しぶりにやったの。こんばんは。元気だよ、めちゃめちゃ。サイン会で一人一人丁寧にコメントくれてる姿見てるけど、本当に？ありがとう、マジ。え、そう、なんかすごいファンのことを覚えてるねってママに言われたなんか別に、いや、すごい普通に思い出を話してるから、そんな、なんて言うんだろう、なんか思い出そうとかもしてないし、なんて言えばいいの、マジで岩の感情で言ってたまあ、流れ星ありがとう。やば皮めくったからついた。え、あ、取れた。お見苦しいとこすみません。唇の皮すぐ噛んでよ。え、ココミのラジオ今も聞きたい。あれってさ、何、アーカイブとかないの？もうその時間に聞かないとダメなの、あれは。いいよ、ありがとう
ありがとう、許し、ありがとうございます。今日も可愛かった、ありがとうね。レンボスターありがとう。電波時計知らない、知らない、何何何、どういうこと、自動的に食らわないんだ。え、知らないんだけど、何電波時計って。もっとゆあちゃん、いや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 、ゆあが名前覚えてる時点で思い出なので、思い出作ってるので。マジさ、このお誕生日おめでとう。え、これいやスクショしたっけ、このお誕生日。え、した気がするけど、しとこう。え、待って、生誕祭当たったっけ。当たってるよね。当たってるならさ変えなきゃ。当たったよって。今度はゆあちゃんのサイン取るし、プレゼント送る。え、ほんとにありがとう、マジで。ラブラブラブ、ララジコ、ラディコ、本当？ラディコ、ラディコで聞きます、じゃあ。電波で時間合わせされる、みんなが共通、すごい。いや普通はテンプレコメントになるので、ね、え本当に、え本当、いやテンプレなってなかった？なってなかった？いや本当？初音もありがとう。顔見たこと、え、そう、あの、でも、ショールームと名前のあれだけどね。うん。え、そうだよね。ごめん、固まった。20パス。あ、セータさん外れた、そっか。ラジコね。ラディコじゃなくて、ラジコね。ゆあちゃんの名前、え、もう覚えてるよ、ちなみに。ちなみに覚えてるよ、名前っていうかそのアイコンが印象的だけど、岩的には。いつも100キラ送ってくれる。猫ありがとう、ジュクちゃん。たい焼きって胃に来るもんなの。なんで食べたの、たい焼き。いやがチョコ見せたから。てか言ってた、チョコなかったから食べたんだっけ。ラディコ、発音いい、レイディア。レイディア、トレード拾えたらいいけど、ありがとうね、ぜひ拾ってください。今トレードね10以上出てるらしいので、皆さんぜひ今が大チャンスです、きっと。マジで来てください。明日からも体調に気をつけて頑張るね、本当にマジで今あの体調崩したら終わるから、本当に。クッキーありがとう、生誕祭で久しぶりね、だってトーク会以来かんだよね、そうだよね。え、またあの服着てくるの。やばいね、当たるのやばいね。あ、違う、川村塾の服だ、川村塾の服を着てくれるよね、きっと、きっと。言ったか忘れたけど17日の握手会撮ったので、え、ありがとう、よろしくね、よろしくね。こんばんは。2個も食べたの、たい焼き、そりゃ来るわ。残ってたチョコ食べた。え、それ賞味期限大丈夫そう。ちなみに生誕公演外れました、それ。マジね。うん、トレード、トレード。みんなにトレード行かせてるかも、いいわ。マジで？初日でしょ？うん。今回、初日じゃないから。トレード申し込んだのよ、そうって。ありがとう、申し込んでくれたの？ね、待って、これさ SKE やん。アイコン SKE ねん、これやば、死ぬ。タコありがとう、公園でゆあちゃんずっとね、それのやだやだやだ。
やだやだやだ。マジでマジで一回は、最低一回はみんな劇場で会いたい。マジでヤンキー昔を思い出す。久々原薬。待って待って、ヤンキーじゃない、ヤンキーじゃない、ヤンキーじゃない。この格好が楽だから新しい、え、全然このうちわでもいいよ。全然うちわ作るの大変でしょ。ヤンキーヤンヤンヤキって何。ヤンキーじゃないから分かんない。ぴょん僕の誕生日、え、絶対夏でしょ、え、絶対夏でしょ絶対夏でしょ合ってる。スカート履いててもあぐら、スカートはさすがにあのお姉さん座りしてるよ。あ、間違えた、また現役、いつも現役って言うんじゃんえ、そうなんです、パフェをもらったんです。いちごパフェを、いちごパフェを、マジ美味しかったよ、めちゃめちゃ美味しかったよ。サラちゃんにも言われたけど2月、え、言われた、え、マジ2月っぽい、あ、10月だった、あ、そうそうそう、間違えた間違えた、10月っぽい、めちゃ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 10月っぽい。え、分かった、じゃあちょっと待って、 今何時、ごめん何回も聞いてあの壇上に乗ってる人全員誕生日当てますわ月ね当てますわ。まあごめん、多分ショールームで誕生日の日にコメントしてくれてるんだろうけど、きっとね。でもちょっと覚えれてないのであ、そうなんだ、ミレさん当たったんだ。ヤンキーでも可愛いかもありがとうね本当落ち着いてる。とりあえず今すぐ申し込んだけど、18連敗、いや、なら当たる。だって18連敗中ってことは、イアの18歳の生誕祭だから19回目は当たります当たります。年ボスターありがとう。あー、4月っぽい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 、うん、ぽいぽいとか言って、ありがとう、50分ね、ありがとうね。最近ヤンヤンの夢見たき、本当に、え、何の夢それ気になる、何日っぽい、28 合ってる、2月28ぽい、トレーダーだった、あ、本当に、いや、これを機に当たるかもしれない。今年誕生日、今年、今年、毎年来るよ誕生日、今年、今月の間違いかな。お疲れ、ありがとう、初見さんありがとう、流れ星、自分も10月、あ、本当に、おお、10月のだるまさんえ、聞いて聞いて、おめでとうって言った覚えはある、でもちょっと待ってね、いや、秋だった気がする、10か11でしょ、10か11でしょ、10か11でしょ、合ってる合ってる、だるまありがとう。何歳っぽいはむずい、何歳っぽいはむずいです、誕生日付きにさせてください。惜しい、本当 26?26 じゃね ?26 じゃね、あー、そっか、誕生日当日のとこがあるけどね、悲しいね、また教えて、言うから、配信してくれたよ、こちらこそ、3日前、本当におめでとうでした、ごめんね、今ショールームやってない時期で、ごめんね、おめでとう、今言うから、ひるちてぴょんえ、ほら10月だよね、合ってたよ、秋10月合ってた、来たぽいもん、ぽいもんってみんなに言ってるけどさ、ぽいもん、え、26じゃない、22、なんか20のっぽいんだよ、20なんかっぽいんだよ、え、26歳なの、本当本当、え、わかんない26なの、26歳の人ってこんなさ、アバターなの
なんかアバターがさ26歳のチョイスじゃないよね、言ってたよね、辰年で年男だからアバターって。あ、いいね、妹が祝ってくれるの。娘さんはすごい記憶。いやいやガチガチ、これガチ、これガチこれガチ。え、でしょ、合ってるでしょ、20なんとか。え、ゆあちゃん冬生まれっぽい。ほんと、まあ冬の子なんで。雪女、やばいやばい、55年、あ、まあ誕生日年齢あ、読み男女まだ聞いてないのに言われたんだけど言われたんだけどまだ聞いてないのにフライング男女してるよ読ん男女も読み男女いきまーすみんなの誕生日月当てるからちょっと聞いててね、みんな。はーい、13位の方、ゆあが描いたパンダの方、こちらは8月っぽい、合ってますか。8月です、8月じゃなくても8月です12位の方が、ゆあが描いたアシュラ像にしててくれて、ゆあのハッピーバースデーにしてくれてます今。え、この方、あのアシュラ像の方は11月っぽい。11月でしょ。はい、11位の方、あ、ゆあとアンズさんの写真にしてくれてます、警察、元警察さん。この方は7月か6月っぽい。どう10位の方、ゆあが描いた青い袋の方で、青子さんです。え、青子さんさ、前誕生日って言ってたよね。10か11でしょ、絶対秋なんよ、絶対秋なんよ。いや、11にしようかな。9位の方が、カッパがぷくってなって、待って、こんなゆっくりやってたらやばいよね。カッパの方で、カッパの方は、8月。8月、絶対8月。8位の方。え、待って、嬉しいんだけど、一番可愛い推し2人。え、嬉しい、スクショしよう。高坂さんとの。嬉しい。え、7月っぽい。なんかさっき7月か11月しか言ってないもしかして。え、7月絶対に。7位の方、あ、イヤが即席に書いた。もうさっきね、答え言っちゃったもんね。10月ですね。もう覚えましたから。やばいやばい、ゆっくり読みすぎ。6位の方、イヤが書いた松丸くん。え、6月でしょ。え、6位だからとかじゃなくて、6月っぽい。なんか夏って感じ。初夏って感じ。5位の方、あ、マジ当たったの嬉しい。河村塾の服ですね。いや、いや、春っぽい。4月。4位の方、5番の方、あ、岩が書いてこない。ねえ、この日はブスない、これ。え、春っぽい。いや、冬もありえる。4にしよう。4。3位の方、コンプリートアイコンの方ですね。また前列で当たって。ね、やばい、今何時、やばい。で、6月っぽい。いや、5月。2位の方、泥棒猫さん。ねえ、これ、ユアやないかい。ユアの YG やないかい。2月。絶対違うけど、2月。1位の方、ありがとうね、いっぱいサイン会申し込んでくれて。とか、手形とかも。ユアが描いた花のくまちゃん。え、1月っぽい。合ってるかなあ、言ってたわ、ドラえもんと同じって。9月やん、ありがとう。あれ12月あれ普通になかなか当たんないっすね。普通になかなか当たる。あ、秋合ってる、秋合ってる。え、3月いや3月って言った今。あ、10月か、ちょ、当たらなすぎちゃう。全敗やん全敗やないかいおもろ、おもろすぎなんだけどおもろすぎでしょごめんなさい全部外れです。また明日ね、みんなありがとう。